Now loading. Suita wa ii no desu ga, jakkan nemui desu. Shikashi, danjo ni ikasareru koto inaru nante. Game kisha mo tsurai desu ne. Benri na item nara chokusetsu watashite kureleba, tema mo habukeru to omou no desu ga. Sore wo shinakatta toyoukoto wa... が洞窟深くで倒れることを期待しているのではないでしょうか。そして私を助けに来る女神様の活躍を第2弾のネタとして使うために無理難題を押し付けてきた。これならすべての辻褄が合う。これは大ニュースです。今すぐ記事の構成を考える必要がありますね。あ、しかし私が倒れていたら取材ができない。書くなる上は 先に記事を書いておき、その通りに倒れて女神様には指示通りにセリフを言ってもらいましょう。しかしそれだと衣装のようになってしまいますね。眠気で変なテンションになっていたようです。さあ、バカなことを言っていないで行きましょう。 驚きの強さに。
試練を超えれば実力が上がると言っていたのが、こういう意味とは思いもしませんでした。そりゃ実力も上がりますよ。パワーアップ用のアイテムだったのですからね。確かにこれさえあれば特集第2弾の密着取材も怖くありません。さて、帰って記事の修正をしましょう。ナウローディング。はいはい、ですナウローディング。スーちゃんとは古い付き合いね。私の初めての記事はルイですからね。ベイルさんの取材は面白そうだな。よろしくお願いします。こちらこそ。多くのゲームを取材してきたゲーム記者とご一緒できて嬉しいですわ。わかったわ。私が知らないダンジョンがあるなんて、ゲーム業界も広いの。初めてのダンジョンでどんな試練が待っているのか楽しみだな。でもゲーム記者に行ってこいってことは、何かスクープがあってそれを調べてこいってことだよね。そう考えると試練というのは口実で、何か別の思惑があるのかもしれないな。突然ダンジョンが現れたから、その理由を調査させるつもりとか。私にぴったりの仕事じゃない。ゲーム記者魂が揺さぶられるな。あー、でもアイテムが置いてあるならすでに調べてあるってことだよね。それって本当に試練なのかな。可能性は試練か調査、もしくはその両方ってとこだね。まあ考えたって時間の無駄だね。無駄。あとは自分の目で確かめればわかることだし、そろそろ行こうかな。ナウローディング。ロジック、ついでスピリッツだね。今にわかるよ。イレーションイズネギと行こうか。未熟だね。まだまだ。
改善の余地があるな。ガバスさん止めよう。案外手加減できない感じだと知った。もう動かないのか。ファミツーさんの作った雑誌に私たちのチーム女神候補生大活躍って特
したばかりですわ。私たちの特集記事はともかく、ネプギアちゃんたちの特集記事を一緒に見ようと思いまして飛んできたんですの。他の皆さんもそろそろ来ると思いますわ。前々から思ってたんだけど、何かあればプラネテュエルに集まればいいって風潮があるよね。言われてみれば確かに。これもお姉ちゃんの人望だよ。やっぱりそうかな。私の人望がみんなを引きつけちゃうなんて照れるな。確かに人望と言えなくもないですわね。ラステーションは遊びに行くとノワールはすごく喜んでくれるのですが、逆に気を使いますし、ルイはブランが騒がれるのを嫌いますし、お茶を飲みに行くのならともかく記事を見て騒ぐのには向いていませんわね。その点プラネテューヌならネプテューヌが率先して騒いでいますし、気を使わずに済みますわ。何よりもネプギアちゃんがいる、ここ大事ですわ。だよね、私が騒いでるんだから気を使わないって。もしかしてディスられてる？そんなことないよ。お姉ちゃんの人望ならゲーム業界の全てを引きつけることだってできるよ。女神のみんなや人々だけじゃなく、モンスターや生きとし生けるもの全てよ。ううん、生きていなくても食べ物やロボットだってみんなお姉ちゃんのところに集まってくるんだよ。私がブラックホールみたいになってるね。そんな恐ろしい人望はいらないんだけど。それより特集記事を読もうよね。相変わらず物騒な話をしているわね。記事の件で来てあげたわよ。ヤッホーノアール、待ってたよ。危うく私の人望がブラックホール化してゲーム業界が滅亡するところだったんだよ。それなら心配いらないわ。ブラックホールとなったネプテューヌは私がブラックハートとして撃つ。ノワールさんかっこいいです。でも私がいる限りお姉ちゃんは私が守ります。ネプギアも私の前に立ちはだかるのね。いいわ、かかってきなさい。あのさ、私が滅亡させる前提なの？ネプギアちゃんを撃つなんて私が許しませんわ。まさかベールがそっちに加わるなんて。ユニ、ゲーム業界の平和のために本気で行こうよ。私も？ゲーム業界を滅亡させるなんて許せない。この私がお姉ちゃんと阻止します。いや、だから滅亡なんて。ユニちゃんは恥ずかしがり屋さんですのね。まだ役に入りきれてない感じがほのぼのしていいですわ。だって急に振られたから心の準備が。しかも巣に戻られると恥ずかしいじゃないですか。ユニはまだまだね。女神はいついかなる時もネタに乗らなければならないのよ。なんだ、みんな冗談だったんだ。でも今回は私たちも負けてないので、チーム女神候補生大活躍の特集記事もぜひ読んでくださいね。ユニちゃんこんにちは。私を滅亡させたりしないからね。チーム女神候補生大活躍は私が隅から隅まで読んでいますので大丈夫ですわよ。ネプギアもこんにちは。ネプギアはもう特集記事を読んだの？ごめんユニちゃん、もう読んじゃったんだ。思ってたより大きな記事でびっくりしちゃったよ。頑張った甲斐があったよね。これはもしかするとお姉ちゃんたちを超えているかもしれない。大きく出たわね。私もいい出来だとは思うけど、姉の偉大さを思い知ることになるだけよ。私だってお姉ちゃんたちはすごいと思うけど、今回はみんなで頑張ったから。ユニちゃんの言う通りですわ。女神候補生たちのひたむきさが伝わる内容もいいですし、何より私が複数買いをしていますわ。ベール何冊も買ったの？まさか身内に敵がいるなんて。そう言いつつノワールも複数買っているではありませんか。なんでベールが知っているのよ。私はならユニの成長アルバムに載せるために買っただけよ。文句ある？私なんかのために
ロムちゃん、なんか感動のシーンみたいね。ロワールさんとユイちゃんが恥ずかしがってる。感動？うらうら。ユニちゃん、何かあったの？涙目なユニちゃんを見てるとなんだか私も悲しくなってくる。シコシコ。ロムちゃんがもらい泣きしちゃった。別に泣いてないんだから。こんなの目にゴミが入っただけ。何も問題ないし、みんな大げさすぎ。それじゃあみんなでチーム女神候補生大活躍を読もうか。ナウローディング、騒がしいわね。ユニちゃんが禁断の愛を語り合ってただけだよ。うん、見つめ合う二人、手は自然とつなぎ合い、そしてこら、話を捏造するな。そんなことはしてないわよ。その話はもういいでしょ。残念、その話には興味があったから、もっと早く来ればよかったわ。それでは私たちも記事の確認をしましょう。先生、普段はもう読んだの？当然でしょ。まさかネプチューヌは読んでないの？チッチッチッ、分かってないな。私はね、みんなと読むために読まなかったんだよ。みんな女神心が分かってない。長い付き合いなのにさ、つれないね。分かった、知らなかったのね。いいではありませんか。オンラインゲームでさえ初見がいた方が面白いと言われていますわ。そう、それデールの言う通り、その方が面白いでしょ。私のために読むってことで。女神様、お揃いですね。みんな久しぶりだね。チーム女神候補生大活躍を担当した私もいるよ。まさか電撃子ちゃんとファミツーちゃんまで。ネプチューノさん、どうかしましたか？いや、読もうとすると誰かが来るんだよね。ところで二人はなんでここにみんなが集まっているのを知ってるの？さてはこれも私の人望かな。ここが分かった理由？そんなの私たちにかかれば簡単だよ。私たちには専用の情報網があります。そして私たちくらいになると女神様が出かけたという情報があれば、あとは大体の予想がつくんです。記事を読もうとしてくれているところを忍びないんだけど、話を聞いてもらえるかな？構わないわよ。大変恐縮ですが、今回の特集記事の売れ行きが好調なため、取材をお願いしたいのです。私たち2人で来たのよね。第2弾は4女神様と女神候補生の全員でお願いしたいからなんだよ。今回も別々の記事を作りますが、第1弾とは違い同じ内容での勝負です。どちらがいい記事を作るか、ファミツーさんには負けませんよ。私だって電撃子さんには負けないよ。今回はすごいボリュームになるし、みんなの活躍はきっちり記事にするからね。ネプギアと今度は一緒にやろうって話してたから、姉妹愛あふれる記事をよろしくね。それは私がネプギアちゃんと大活躍できるということではありませんか。私もぜひやりたいですわ。私も OK よ。ユニを鍛えてあげられるもの。ユニにも聞いてみましょう。私も構わないわ。だけど一つ問題があるわね。電撃子ちゃんが前回の記事用に用意したようなクエストの手配はできるのかしら。今回の特集クエストでほとんど終わっていると思うのだけど。お任せください。私たちの情報網にかかればクエストの一つや二つすぐに調査できます。すでに当たりはついていますから、ご安心ください。わかった、私も取材を引き受けるわ。ファミツーさん、この間は私たちを取材していただき大変お世話になりました。それはこちらのセリフだって。おかげで好調だよ。第2
躍をそばで見たいんです。私の活躍を見たいならちゃんとついてきなさいよ。ファミツーさん、私たちはオッケーだよね、ラムちゃん。もちろん、ニコニコ。二つ返事とはありがとう。オッケーオッケー。そうそう、オッケーオッケー。二つ返事はそういう意味じゃ。間違ってはいないからいいか。二人とも油断しすぎはダメ。ネプギアさんは？ネプチューヌさんはやる気って言ってたけど、何か気になることでもあるのかな。さっきは一緒にやりたいって言ってたじゃん。ネプギアと一緒じゃないと寂しいよ。実はものすごく迷っているんです。もちろん私もお姉ちゃんと一緒にやりたいです。だけど4女神と女神候補生の場合、リーダーは誰になるんだろう。また私がやるんでしょうか。ファミツーさん、そこのところはどうなんですか。そうだね、特に決める必要はないんじゃないかな。そうなんですね、よかった。お姉ちゃんたちもいるのに私がリーダーになったらどうしようって。これで安心してできます。私もやらせてください。これで全員 OK かな。そのようでありがたいです。第2弾の説明ですが、第2弾の特集記事はボリュームがありますので、今回は私たちも一緒にクエストに参加して長めに取材させていただきたいのです。つまり密着取材になります。それは大丈夫なの。大丈夫です。ノワールさんに密着するという意味ではなくて、一緒にクエストに参加するという意味ですから。何を言い出すの。そんな心配はしていないわよ。あなたたちが危ないんじゃないかしらって意味よ。そうでしたか。その点はご安心ください。偉い人から特別なアイテムを支給されたので、私たちも今度からモンスターと戦うことができるようになったんです。これがすごいんだよ。女神様と同じとまではいかないまでも、驚くほどパワーアップをしたんだ。変身もできるようになったし、疑似女神子ってところかな。だから心配はいらないよ。これからはみんなの近くで取材をできるようになったんだ。何それ、いいな。活躍したら私にもちょうだい。聞いてみますが、さすがに企業秘密だと思います。ちぇ、あなたたちが安全ならいいのよ。私たちも一緒にいることだし、まあ大丈夫でしょ。問題も解決されたようですね。それではこれからしばらくお願いします。私からも言わせてもらうけど、これからもよろしくね。電撃子さんとはライバルだけど、今回は仲間としても一緒に頑張るから。負けないけど。私もファミツーさんに負ける気はありませんよ。ライバルなのは私たち女神も一緒だよ。大丈夫、問題ない。そんじゃあまたゲーム業界の人々に私の活躍を見せてあげちゃおう。謎のクエスト？イレギュラーな明日はどっちだ。待ってるだけなんてよくないな。遊んじゃおっと。一体何でしょう。まだこんなで